今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。たくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は中土佐町の役場までやってまいりました。はい、ここから歩いていきます。美術館まで歩いてきました。これが美術館ですね。中土佐町立美術館、はい、これが芝良太郎の碑です。出てきました。ここはこじんまりした美術館ですけれども、その分こう静かにゆったりと鑑賞をすることができていいですね。で今スタンプラリーやってるということで、6回スタンプ押すと、プレゼントオリジナルグッズいただけるということでした。では先に進みます。ツツジが咲いてきてますね。四万十町のユーイング四万十にやってきました。ここで買い物をします。おにぎりパフェとかあります。沖津展望台にやってきました。綺麗な展望台ができてますね。ここに土佐沖津坂展望台の看板が立っています。観光情報、はい、ここはね海水浴場が有名なところです。とても綺麗な海水浴場があります。ここからドドーンと見下ろしてますね。ああそうだね、うん、まあでも展望はいいとこでね。はい、こんな感じでした。では先行きましょうか。沖津八幡宮にやってきました。参拝します。こちらは熊野神社のようです。かなり大きな社殿ですね。この参道はやっぱり砂浜ですよ。もう砂です。海がすぐそこですからね。八幡宮では参拝します。本殿も大きいですね。はい、ぐるりと一周してみましょう。後ろがこんな感じです。なかなか大きな木が立ってます。トイレもありますね。こんな感じでした。では熊野神社に、
では参拝します。道路に出てきました。これが正面ですね。この鳥居が割合大きいです。八幡宮御鎮座1100年記念。はい、こんな感じでした。海水浴場のサーファー駐車場というところにやってきました。津波到達まで15分。海が見えました。ドドーンと太平洋ですね。はい、沖津の海水浴場。いや、綺麗な浜だ。ずっと海岸を歩いてきて、あそこに東屋があります。で、ここを降りたところがどうやら青少年の家のようです。海水浴場百選。ちょっと色が冷めちゃってますけど、はい、現在地がここですね。この四万十町の中央インターチェンジで降りて買い物をして、こう降りてきました。こう浜の橋まで歩いてきました。ここに川が流れています。いや、こんな感じでとても綺麗ですね。はい、で、さっき行った神社があそこですね。では今から行けるところまで行ってみます。漁港まで歩いてきました。さすがにここの水はちょっと濁ってますね。お宮がありました。参拝していきましょう。さすがに漁港もこの辺りまで来ると透明度が上がりますね。でもやはり一昨日の雨のせいか濁ってますよね。あ、熱帯魚がたくさん泳いでるわ。熱帯魚、はい、ここから先はもうショーファーブロックなんで危ないからやめましょう。さあ、それは年寄りには無理ですね。あ、青いわ。はい、で、ずっとこう岬の方までこれ行く道はありません。集落を抜けて歩いてきました。あそこ風力発電ですね。あれ、海水浴場まで戻ってきました。ではこの海を見ながらランチタイムです。今日のランチはユーイング四万十で買ってきたセリのおむすび。どうですか？セリセリして美味しいですセリセリしてどういう日本語だ。それと私はもう一個梅干しおにぎり買いました。それにあれ、ニンニク天を買っております。もうこれがプンプンニンニクの匂いがしておりましてですね。はい、ニンニク店。はい、こんな感じです。うわー、すごい強烈、うん、では食後のコーヒータイムです。
て加瀬工房のシフォンデラスク。はい、じゃあ やってください。あ、これはあの黒潮本陣のお部屋に入れたお茶菓子です。はい、はい、でいちごのねあのケーキが有名ですね。そうですね、加瀬工房はね。うん、サクサクしていちごの香りが口の中に広がりますね。いちごの風味がよく効いてますね。海岸まで歩いてきてみました。砂が白いね。逃げています。苦い思い出が。今日はお乳の靴だしね。はい、駐車場まで戻ってきまして、あそこに焚き火をした跡あるので、この平らになったところがキャンプ場なんでしょうね、きっと。ここにテントを張るようになってるんだと思います。これはあの駐車場は近いし、トイレは近いし、いいね、浜は近いし、ただ海は見えないですね。はい、トイレや水を使用する方は100円ということです。ああ、これが水事塔だそうです。あ、なかなか綺麗な水事塔ですね。 Wi-Fi もあるじゃない。コテージ、そうだね、うん、うん、松菓子とか書いてるので、あそこ空いてますね。はい、こんな感じでした。ちゃんとキッチンがあるわ。2階が寝室なんですね。いそしぎ、はい、こんな感じでした。はい、そうでしょうね。うん、そんな感じですね。焼きそば、これ海の家か。はい、はい、でこんな感じ。あ、そうだったのね。そうだね、布団干してますね。あ、本当この川綺麗だね。駐車場まで戻ってきました。ここまでで74分、 3.09 キロ、標高差23メートルでした。今日はちょっと暑すぎましたね。とても綺麗な場所なんですけれど、あまり遠くまで歩いていく気力がありませんでした。これから連休にゴールデンウィークになって、ここもとても賑わうでしょうね。では戻ります。